Here we go! Let it go! Let it go! チバリーです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。エリちゃん、今いる場所はどこですか？キッチンでーす。はい。そろそろ仲良くなってきたし、はい、エリちゃんの手料理ぐらい食べていいんじゃないかな。おー、食べましょう。あっさりしてた。エリちゃん、得意料理は？チーズボールです。なんでチーズボール？大好物なんですよ。なんかチーズボールってさ、新大久保とかでさ、それこそ買って食べるイメージなんだけど、はい、作るって発想で何でだったの？神奈川県民なので、その新大久保とかそのメンバーと約束する限り行かないんですよね。だから作った方が量食べれるしいいかなっていう。じゃあちょっと早速作ってみようか。はい、はい、使う材料はホットケーキミックス、白玉粉、サラダ油、砂糖、牛乳と、かけるチーズ、ね、ケチャップ。うん、卵とか使わない？なんか、卵は使わないです。新大久保にあるチーズボールってサクサクの衣ついてないじゃないですか。そのまま卵とかつけずに、そのまま揚げるとそのお店のやつになるんですよ。だからそれが好きなので、卵とかパン粉とかいらずに作ります。電源がつかない。噛んでいってみます。60ですもんね。あ、待って、まずこれからでいいのかもわかんない。白玉粉です。これ本当は白玉粉潰すんですよ。そうした方が馴染むよっていう。そこの作り方にたどり着いたのはじゃあ独学？いや、辻チャンネルさんを見て、材料とか作り方とかを見て勉強しました。他料理はチーズボール以外は作らない？緑茶。あ、そうだった、緑茶ね。はい、緑茶得意料理って人類史上初めて聞いたよ。え、本当ですか？うん、だってティーポット入れるだけじゃん。はい、料理じゃないじゃん。料理ですよ、なんでも。作るっていう工程があるなら料理なんです。あ、そうなんだ。はい、ね、じゃあ今気づいた、全然料理と関係ないこと言っていい？はい。ピアス開けてる。あ、ピアス開けました。ピアス開けてる。そうなんです。すごい。いつ開けたの？誕生日の次の日の夜中に妹に開けてもらいました。へぇー、パチンと。なんか最初痛そうでビビってたんですけど、思ったより全然痛くなくて、うん、だって肉が飛び散るような感じするじゃん。まあ痛くなかったの？うん、痛くなかったです。ダマが潰れてきたの。結構ちゃんと測ってる。ちゃんと測ってます。大変失礼しました。初めての目分量。申し訳ない、申し訳ない。よし、次どうします。結構しっかり、力づくで全体重をかけます。つま先立ちしてる。ダマとかがなくなるまで、パサがなくなるまで、このままで、はい、混ぜます。一塊、いい感じに一塊になったら、チーズを切ります。中に入れていきます。丸めて、潰して、これちょっとでも、空気が入って中に入ってたり、穴が開いたりすると、揚げてる間にチーズが出てきてしまうので、チーズを包むのに薄くなりすぎず分厚すぎず
潰してチーズを入れるんですけど、うん、空気が一緒に入らないようにチーズの形にこうやって包むと、そうってことね。はい、そうなるの。12個。上手。これは油たくさん使っていいですか？いつもママに油たくさん使うと怒られそうなので、こうやって斜めにしてかさ増ししながら全部使っていいよ。ゆっくりもう時間をかけて混ぜてます、ね、でもさ、これぐらいだったら5分、10分ぐらい見なくても良さそうじゃない？いや、いつも私こうやってやりながらやってるんで。そっかそっか、手放せないんですよ、ね、片手を。今、これは特別です。もう荒野行動とかできちゃう、ね、やばい、今日めっちゃうまいです。なんで100点満点です。おお、やばい、やば。しかも普通だったらチーズが出ちゃうんですよ、うん、出ない。今日あ、中から出てきちゃうの。はい、完成しました。チーズボールです。完璧。こんな感じです。どうですか？めっちゃうまく、史上最高にうまく作りました。盛りとかなしで。え、めっちゃ出来たて食べてほしいです。じゃあ食べよう。ケチャップ、ケチャップと本当に美味しいの、その組み合わせ。美味しいです。はい、じゃあ、はい、完成です。完成です。こんな感じ。綺麗すぎる。めっちゃうまくできました。色が最高だね。きつね色、きつね色、すごい。じゃあ早速熱々のうちに、はい、食べます。いただきます。どうやって食べた方がいいのかな。これはケチャップをつけて砂糖をチョンってして、ケチャップをつけて、はい、砂糖をチョンと、はい、こんな感じで、はい、はい、こんな感じで、はい、じゃあいただきます。熱そう。あ、あ、うん、あ、チーズは、あ、チーズボールのうまい食べ方は、うんうん、生地だけを噛むんです。いや、めっちゃ美味しい。美味しいですか？お店で食べる味みたい。もうちょっと上、ここら辺いくかな。めっちゃ下手かも。チーズにたどり着いてない。ガブって噛んでほしいんですけど、うん、ガブって噛んでチーズを噛まない、うん、ガブって噛んでチーズを、あ、あ、そのまま、はい、うん、あチーズあんま溶けてない。説でもあんなやりましたよね。なんでだろう。すごいわ。これが得意料理って言っていいと思う。うん、上からだけど、うん、今日の出来上がってね。はい、100点なんだもんね。はい、もう見栄え100点満点になりました、うん、すごい。これはなんかクックパッドに出そう。どうでした料理久しぶり。そうですね、私一番嬉しかったのが、うん、油をダクダク使えたことです。おかげでこんな素敵なチーズボールできました。できました。はい、このチーズボール食べたいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。